日だ金山駅は、岐阜県下路市金山町大船渡にある、東海旅客鉄道高山本線の駅である。特急、日だの一部が停車する。日だ金山という駅名だが、下路市金山地区はもともとは、美濃国である。ただし駅は、金山地区から日田川、マゼ川合流点にかかる金山橋を渡った先の、日だ国である市内下原地区にあり、日だ路の入り口ということで命名された。 これらの地域が昭和の大合併により合併して、松田郡金山町が発足し、金山町全体が飛騨地方に組み込まれたのは、駅の開業から27年後の1955年である。短式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、計2面3線のホームを持つ地上駅。端式ホームの1番線が下り本線、島式ホームの片側の2番線が上り本線。 もう片側の3番線が上下副本線となっている。3番線は普通列車用で特急対比のほか1日1本設定されている当駅折り返し列車が使用している。3番線の外側に保線車両用の側線が若干数あり、島式ホーム上に待合室がある。また屋根付きの古線橋が設置されている。蒸気機関車運行時代は貨物列車において 岐阜港の C58 型と高山型の D51K の機関車付け替えを行っていたため、広い構内に面影が残る。当時は転車台も設置されていた。地元観光協会の職員が業務を担当する簡易委託駅で、ゲロ駅が当駅を管理している。2012年3月31日までは、東海交通事業の職員が業務を担当する業務委託駅で、 緑の窓口が設置されていた。自動販売機が駅舎を出て、すぐのところに設置されている。岐阜県統計所とゲロシデータ集によると、近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。駅前から金山地域内各地へ、コミュニティバスのゲロバス金山が運行されている。東線は、祖師、野上わら診療所間で、8万バス、藁線に接続する便があり。 乗り継いで長良川鉄道の九条八幡駅へ出ることができる。当駅に一部が停車する特急、飛騨の隣の停車駅は列車記事を参照のこと。ありがとうございます。